ご飯を作っております。えマネルイは作ってるから、ね、なんかもうあんまりいない、最初の30分はなんかほぼいない、ほぼいないですが、なるほど、声は多分聞こえると思います。ふわっとね、はい、やりすぎたの、はい、あら、どうしたの、ノリ、へいへい、ノリ悪いよ、はい、お願いします。先輩と二人きりでね、完全に気まずいので、今から質問をね、気まずいって言うなよ。質問選ぶ、なんか久しぶりじゃないですか、二人でこうやって話すの。え、会うのすら久しぶり。あの、そうですね、なんか誰かの収録とかで、あ、なんか、あ、どうも、みたいな、久しぶり、あ、どうも、みたいな感じはあるけど、ちょっと質問選ぶぞ、今から。あ、3人で旅行に行くとしたら、どんな季節にどこに行きたいですか？うわー、悩むなー。むずいねー。3人で旅行かー。え、なんかさ、でもそもそもさ、あやめ先輩と旅行自体さ、うん、え、なんかあやめ先輩が高根類にべったりそうでさ、なんかマリンが蚊帳の外になりそうでさ、もうすでに鬱なんだけど。え、早くも鬱。行く前から鬱。行きたくないもん。行く前。そんなことしないよ。ほんと？みんなで仲良くしようってなるでしょ。そんな嫌な女だと思ってるの、嫌なこと。ちょっと待って、やばいよ、ギスってきた、ギスってきた。やばいやばい、バチギス。ギスらないでくださいよ。これからね、クリスマスだっていうのに。仲良くやりましょうね。え、でも旅行か、はい、むずいな。むずいですね、完全に。春か秋かな。うん、それぐらいかな。秋かな。秋、うん、秋にどこ行くんですか。秋にどこかな、温泉旅行ぐらいじゃない、定番だけど。うわ、でも船長も一番最初それ思いました。高めるい結論としては秋に温泉旅行になりました。あ、温泉旅行いいはずね。あ、いいね。いいですね。3人が家族だとしたら、それぞれの立ち位置は？船長の意見。はい、どうぞ。高根類が母。はいはいはい、はい。あやめ先輩がお姉ちゃん。はいはい、マリンは末っ子。はい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 。濃いな。濃いでしょ。うん。え、なんか嫌そうじゃん。あやめ先輩どうしたの？嫌そうじゃん。嫌だな。嫌そうだよ。いや、同意見です、ほぼ。あ、同意見ですか？うんうんうん。あ、ほんとだ。類ちゃんは？あやめちゃんには、うん。え、意外。もしお母さん扱いしないでほしかった。うん、長女ないけど、でもマリン先輩は私がママで、あ、じゃあマリンが娘で、高根類がお母さんで、高根類の妹がアヤメちゃん。ああ、一番それが確かにね。うんうんうん。え、ってことはマリンから見たら、アヤメ先輩っておばさんっていうこと？おばさんってこと？おばさん。おばさん、マリンが本当のおばさんにおばさんって言われちゃった。え、ちょっと待って、どうしたの？しっかり、気は確かに。なんてこと言うんですか？変わっちまったな、アヤメ先輩。本性を表したね。でもね、もう聞かないよ。マリンはね、おばさんより聞かないの。あ、そうなの？うん、全然聞かない。なんかむしろね、あのね、熟女ってね、人気なんだよ、アヤメ先輩。人気ジャンル。そうなんだ。ええ。無関心。くっそ無関心。広い宇宙の風ある一つ、青い地球の広い世界。